さんこんにちは。私たち沖縄アバンギャルドティックのアイドル TC です。よろしくお願いします。言えた最初から考えますよはい、 TC のスマイルラボ。この番組はアイスクリーンカフェモアの提供でお送りいたします。この番組は傷だらけの TC が皆さんに笑顔を届けようと思っている番組です。ここで自己紹介をします。高校3年生17歳みゆです。よろしくお願いします。はい、高校2年生16歳のさやです。よろしくお願いします。TC は沖縄の方言で天の水、雨水という意味があって、はい、透明感あふれるようなユニットを目指しています。はい、そしてここで今週の傷だらけゲストコーナー前半、イエイ前半イエイ。このコーナーは毎回素敵なゲストに来てもらい、TC とトークをしてもらうコーナーです。毎回最後にゲストの傷だらけになってしまった黒歴史を発表してもらいます今回のゲストは沖縄ビジュアルロック界の帝王で、ん？これ誰？あ、そういうことか。中里美穂さんに来てもらいました。ちょっと待って、ちょっと待って。台本がこっちにあります。自己紹介間違ってるよ。はい。元気よくこんにちはって行きたかったんだけどね。はい、はい、じゃあまずは訂正からいきます、はい。沖縄ビジュアルロック界の帝王ではございません、はい。沖縄那覇市出身の歌手をやらせていただいております。中里美穂です。よろしくお願いします。お願いします。すいません。どういうこと帝王になっちゃった。びっくりした。強いやばいね、超強いじゃん。うん、あ、はい、あ、そっか、はい、ん、自己紹介、はい、ゆるいなこれはみーが、これ全部言うの、これ、はい、では、中里美穂さんに自己紹介お願いします。あ、はい、じゃあ先ほどもちょっとね改めて自己紹介させていただきますが、はい、改めて沖縄県那覇市出身です。まあ、本名でみーほーで、ミーホーという名前で活動させていただいておりますが、国際通りとか石垣島とか、まあ、いろんなところ界隈にね、音楽活動させていただいております。ミーホーです。よろしくお願いします。お願いします。緊張するねあ、でもこっちも結構緊張してます、うん、そう、なんか結構温度差感じるけど、なんかゆるいのと緊張してるのとビジュアルロック界って言われるのとすいません、結構そういう風に見せてます。緊張してないよって。 OKOK もうそろそろ黒歴史になりそうだよ、もうすでにですか。うん、早いね。それでは、聞きたいことがあるんですけど、はい、どんな音楽活動をしていますか。はい、そうですね、国際通りでの、はい、ライブが多いんですけど、主に観光で内地から沖縄に来てもらってるお客さんに対して、はい、まあ、沖縄のポップスとかを、民謡とかをね、アレンジして楽しくいつも送らせていただいております。たまにライブハウスとか内地でね歌うこともあるんですけれどもね、ほとんど今は沖縄音楽が多いんですけれども、なんと洋楽もたくさん歌ったりしております。はい、すごい。洋楽好きなんですか。もともとはね洋楽しか知らなかったの。知らなかったんだけど、数年前に沖縄音楽をなんていうか歌うきっかけができて、それから東京で活動してたんですけど、沖縄音楽学んでからもっともっと沖縄のことを知らなかったことたくさんあったなと思って、それで2年前かね、沖縄にまた戻ってきて一から勉強をし直してる感じですね。あ、すごい、うん、洋楽も、うん、三線で弾いたりするんですか。洋楽あるよ、あるよ、あります。あるんだ。ボブマーリーの歌を三線で弾いたりとかすごい、うん、しますよ。めっちゃ聞きたいです。面白いよ、すごい、うん、ね、聞いてみて。今度ぜひね、聞きたい、じゃあ、はい、実は三線、うん、缶から三線持ってるんですけど、うん、おー、すごい。ジンジンの本当に少しだけしかまだ弾けなくて、うん、ジンジン、弾けるだけすごくない。で本当に少しだけですよ。ジン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 、あ、でもずっと同じ音か。はい、でもちょっと早いさ、早いさ。あ、ゆっくりなら、ゆっくりならいけるんですけど
これ三振の動きじゃないよねこの指ね。これピアノだ。あ、これピアノ。どっち？面白い。まさかの混ざっちゃうっていう。はい、じゃあ後で弾いてもらいましょう。ジンジンを。はい。三振。今日持ってきてるからね。はい。一緒に歌おうね。する。コラボだよコラボ。ありがとうございます。はい。で次いきます。東京での活動について教えてください。東京、あ、東京は、東京、まあそうだね、最近は行けてないんですけども、東京の時、あの、名宝じゃなくて、あの、アンバー刑事っていう、覚えづらい名前で。どういう あの、造語だったんですよ。アンバー刑事って言ってから、あの、アンバーは英語のアンバーで、琥珀色とかの夕焼け色っていう、大丈夫大丈夫英語わかる人がいない。アンバーって色の名前だわけさ。はい、それで、あの、刑事が、あの、なんだかね、アーケージュっていう沖縄の方言があるわけよ。どんな意味かとしたらトンボっていう意味だから。そう、トンボってあの縁起のいい虫なんだって。自分も最初は知らなかったんだけど、はい、あのこのアンバーとトンボの色を掛け合わせて、なんか琥珀色に輝く縁起のいいものになれますようにっていう願いを込めてその名前でやってたんだけど、はい、名前覚えられないから美穂にもう本名に直して、はい、それでも活動をしてたんだけど、はい、東京だったらねやっぱりね、あの沖縄と違って、飛行機乗らないで車で全国回って活動してたんだけど、はい、でも今はもう沖縄のことすごく勉強し直したいからすごい頑張ってる。もう若いから、はい、ね、今からたくさん何笑ってる、ね、今なんかもう全然知らないなと思って沖縄のことも。確かに知らない。そうかも、私もまだ歌始めたのが18歳ぐらいの時って結構遅かったんですよ、そう、それで、うん、それでまた今からなってこう沖縄のこと学び直したいってなってるから、音楽やりだしたらもう、ね、多分一生やめられないと思うのでね、お互いね頑張っていきたいよね、はい、したいですね、うん、音楽楽しいですよね。楽しいよね次の質問に行きたいんですけど、はい、沖縄に戻ってきてからの活動について教えてください。はい、うん、まあ、さっきもちょっと言っちゃったけども、はい、ほとんどはもう国際通りと石垣島と、たまにその内地に呼んでもらったりしてやってますね、はい、もう今はもう沖縄の歌ばっかり歌ってますけど、後でまたちょっと告知させてもらうかもしれないですけど、うん、はい、そのライブハウスでやるときは、あの、まあ、自分のオリジナルじゃないけど、あの原点洋楽とかもちょっと私なりに歌わせてもらったりもしてますね、はい、でも今はもう国際通りばっかりです。よかったら機会があったらね、うん、あの、はい、沖縄県内の人もぜひぜひ国際通り足運んでね、はい、あの改めてこの沖縄音楽というものを聞いてもらえればもっと嬉しいななんて思ってるのでね、あの、はい、ぜひぜひ来ていただけると嬉しいです。はい、はい、みんな来てねよろしくよろしくよろしく、でも国際通りって結構地元の人少なかったり。そうだよね、やっぱり沖縄の人はね、あんまりね、うん、国際通りはあるかないけども、うん、うん、でもやっぱりたまに、地元の人だよっていう人来たらすっごい嬉しいし、うん、沖縄行ったら、ただ結局あんまり、沖縄民謡聞くことってあんまりなくない。機会がね、まずないから、うん、本当に好きっていう人ほど、うんうんうん、人は聞くと、ね、民謡に携わってる人はもちろんね、うん、聞くけども、普段この沖縄で、うん、まあ、生活して育ってきたよっていう人もなかなかそういう機会意外になかったよなと思ったりすることもあるかも、うん、おばあちゃんちぐらいかな、うん、ね、あ、聞く、ね、おばあちゃんとか聞いたら結構流れてたりとか、うんうんうん、でもそれがやっぱり自分たち の, あのルーツというかさ、うん、持ってるもの、うん、沖縄の人でしか持ってないものとかたくさんあると思うからさ、これもいずれね生かされる時があるかもしれない天心もですね、うん、どうぞはい、どうぞ、なんだっけ、あ、スエちゃん、あ、音楽言っていいですか。はい、それではここで聴いてください。天使で君に胸キュン。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、ここでフリートークに。はい、フリートーク行きましょう。はい、で、突然なんですけども、美穂さんの趣味は何かありますか？突然だね。はい、趣味は、なんかな、
実は今引っ越したばっかりなんですよ。ああそうなんですか。私生活で私生活で引っ越したばっかりなので、うん、なんか家具とか見るの好きです。あ、うん、引っ越したばっかりの時になりますよね。そう、家具見るの好きになる。なんかこんなしたいあんなしたいとかあるさんね。わかります、うん、結構最初の辺だからね、なだわっちゃうよね、そういうところ。うん、さやちゃんの部屋はどんな感じ、何系？え、ピンクと白です。大体ピンクと白、はい、ぽい女の子っぽい。うわすごい、すごい、はい、じゃあみゆちゃんは何系？みゆは結構シンプルでも、うん、白と木目調、うん、白と木目調、あ、ちょっとなんかアーバン系じゃない、ちょっと木目調って何ですか？木目、木の、これそうそうそう、あ、こんな感じの家具がいっぱいあるみたいな、うん、あ、なるほど、あ、そうなんだ、うん、なんか部屋って結構人柄現れる感じだね。あ、でもごちゃごちゃですよ、部屋ごちゃごちゃ本当私も今まだ誰も人が住めるような状態じゃないんだけどでもいずれはね、うちでもちょっとリハーサルとかライブとかできるような仕様に今してるので、そうそうそう、超楽しいですよ。あ、うん、楽しみが増えますね。楽しみとかいろんな人の部屋とか、うん、画像検索で見て勉強してる。わかる、なんか気持ち上がらない？上がります。猫を出したいとか、そう、わかる、そうそう、これ見て、あ、これ集めたいとか、面白いよね。なんか三線とかもこんなね、ギターとかもそうだけど、いろいろ集めたくなってくるけどね。歌って稼がんとね。これから頑張ると。頑張ろう。いつか音楽室を作りたいっていう夢がある。うん、お家に。やっぱりね、音楽やったらね、もう必ず必要となってきますから。そうそうそう。防音室はね、必ず欲しい。ね、防音室。家に。お家で練習したりするんですけど、声がでかすぎるんですよ。そうそうそう、結構声量あるよね。でかくて、うん、多分近所迷惑で外に聞こえてると思うんですよ。でも、うちさ、すごいのがさ、はい、住んでる人が全員ミュージシャンだわけ。すごい。そういう物件でから。ああ、バケありみたいな感じ。さすが沖縄って感じじゃない。すごい。そう、だからちょっと喜んでる。上からね、いつもね、グランドピアノのなんか、ドルルルって音が聞こえる。なんか素敵、グランドピアノでどう弾いてるのっていう音が聞こえてくる。あ、なんか多分芸大生の人だはず。ピアノいいよね。いいよね。好きでしょ。そうそう、実はピアノ小学校の時から習ってて、今もやめちゃったんですけど、そう、グランドピアノも欲しくて、うん、いいはずよ。電子ピアノでやってます。あ、ね、うん、でも電子ピアノでも全然十分ね、うん、練習になるし、はい、練習になります、うん、へえ、電子ピアノ音出してる？出してヘッドホンでやってる？あ、もう普通にガンガン出してる、はい、だから多分聞こえてます。響くね。あ、いいんじゃない、アピールして天使ここにいるよって言って応援よろしくって言ってやったらいいさ。はい、一応ワンフレーズだけ窓開けて天使の曲弾いたとか、うん、めっちゃアピールしてるここだぞって言って、はい、おお、うん、でも変な人入ってこないようにね。あ、虫が入ってきました。あ、虫、うん、ちょっと違う意味だったけど、まあまあまあ、うん、いいよ、うん、家バレないようにね、はい、バレたら大丈夫、社長が、はい、うん、助けてくれるはず。助けてくれるかな。めっちゃうなずいてくれてるよ。よかったね。さすが社長。時間はどうなのか。あ、じゃあもう。18分。はい、美穂さん、話変わるんですけど、はいはい、美穂さんから天使に一言とか。一言。あ、はい、でもね、初めて今日会えたので嬉しいです。はい、なんかもうね、最近結構アイドルと会う機会が何回かあって、やっぱね、アイドルのこの動きっていうの、うん、トークとかすごい勉強になるし、はい、うん、もうなんか逆にこっちも頑張らないといけないんだけど応援したくなってしまうし。ありがとうございます。うん、なんかね、ありがとうね。本当にありがとうございます。はい、ちょっとさっきから思ってたんですけど、うん、綺麗ですよね。うん、17歳から綺麗って言われてよ。テレビ映ってる。思ってたんですよ、さっきから。すごい、ありがとうね。うれしい。国際通りも来てね。すごい、はい、これで大丈夫、はい、これで大丈夫、はい、そんなにぶっ飛んでないけど、ちゃんと真面目にやったよ今日は。はい、全然大丈夫。音楽を紹介するんですが、はい、うん、いきますか、音楽。はい、T
ティンシーのメタクタ音楽コーナ ー, こ の, コ ー, ー、はい、このコーナーはティンシーが最近気になっている音楽を紹介するコーナーです。今日は特別にみほさんの歌を生で聴いてもらいます。イエーイ。夜明け明かちちにおみけことそもの聞いたことあるなと思って。メロディーはね、はい、もう世界的に有名なのでこの歌を、はいはい、歌わせていただきました。いや、癒しですね、うん、ちょっと急でびっくりしたけど、うん、大丈夫だったかな、ね、いきなりだった曲紹介もなくて感じあとね、黒歴史の話をするのちょっとかっ飛ばしちゃって黒歴史、あの時間もないんだよあ、そうだね、あと2分ですか。あ、うわ、2分ちょこっとじゃあ歌う最後だからね、三振でじゃあやりますか、はい、じゃあ三振で黒歴史作るじゃないけど、あ、ね、じゃあせっかくなのでちょっと、はい、天使&ミーホーでやらせていただきたいと思います。はい、はい、じゃあ、はい、はい、こうかな。じゃあね、天使が歌ってるという浅戸屋ユンタ、浅戸屋ユンタしましょう。はい、じゃあ聴いてる皆さんもよかったら手拍子お願いします。ひーよ、はい、はいや、やさあさあ、はいや、は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 、さあ君を乗る
はい、どうしよう、告知パパっていきましょう。はい、おー、あ、はい、すいません、ありがとうございます。ですね、じゃ国際通りも、はい、まあ、パイカジとかね、いろんなところで歌わせていただいておりますが、一番近い告知はあと6月の21日チャタンモッツにてあのライブ出させていただきますので、はい、21日水曜日ですね、平日ではございますが、お時間ある方はぜひぜひ遊びに来ていただけると嬉しいです。よろしくお願いします。はい、お願いします。はい、そしてありがとうございます。はい、アイスクリーンカフェモアの提供でお送りしました。バイバイ。